お疲れ様です。ハイクラスデッキって変えた人どれぐらいいるんですかね。個人的には EV ヒーローズよりかは、まあ変えた人多いんじゃないかっていうイメージなんですけど、まあいいや。今回の動画は少なからずこのセットがポケカを始めるきっかけになってくれた人もいると信じてやっていこうと思います。本題、今回のハイクラスデッキって従来のスターターセットより強いっていうのは事実なんですけれど、まあなんか即戦力っていう謳い文句に匹敵する強さがあるかって言われると正直疑問が残ると思うんですよね。ただちょっと手を加えるだけでまあかなり強くなるというか、その大会シーンで活躍するようなデッキとも渡り合えるカードっていうのはまあ入っているため、今回は手軽に改造するだけで強くなるっていうコンセプトで、この2種類の新しく発売したゲンガーインテリオンのスターターセットを改造していこうっていう動画になります。まあなんか即戦力というには怪しいんですけれど、ただこのデッキ自体は結構強いっていうことは変わりなくて、今回はこの原型をなるべく留めた形で改造していこうかなと思います。特にどこまで改造するかって話なんですけど、具体的にはもうしばらくしたらスタンダードレギュレーション、今僕らが遊んでるルールで使えなくなってしまうことが予想されるレギュレーションマーク C のカードは採用しないこととしました。具体的にはデデンネ GX とかリセットスタンプとかポケモン通信とかあの辺のカード、まあありゃ当然強いんですけど、なくてもどうにかなるレベルで今回のデッキ強いんで、この動画ではその辺のカードはなしでいこうかなと。まあもちろんガッチガチに組みたい人っていうのもいると思うんで、そういう人たちはまあその辺も込み込みで改造対戦した動画っていうのがあるので、そちらを参照していただければいいかなと思います。んじゃ、やってきますか。まずはゲンガー VMAX からかな。改装前というか買ったまんまのレシピがこれなんですけれど、ここから、改装したレシピがこっちになりますね。まあ、ハイクラスデッキを一つ買ったとして、残りのカードは、そうだな、シングル購入っていうところであれば、2000円から高くても3000円くらいあれば済むのかなっていう感じです。俺が今見てる段階ではね。で、概要というか、まあ、経緯的なところなんですけれど、今回のハイクラスデッキ収録の中のカードだと、ゲンガー、それからモルペコがバトル場で戦うポケモンとしては、かなり優秀な部類に入るので、毎ターンこの辺のポケモンたちをヘルガーの特性でしっかり育てていくっていう方針に絞って改造しました。あ、ちなみにポケモンカードを始めたての人たちに僭越ながら僕からアドバイスなんですけれど、デッキを組む際はなるべくやりたいことを絞った方が基本的には強いと思います。まあこれからデッキをね、一から組む際なんかに意識してもらえたらいいかなと。で、具体的な中身としてはゲンガー V とヘルガーのラインが1枚ずつ増えましたね。ゲンガー V については巨大マックスしなくても、こいつかなり高い火力を持ってる攻撃要因になるので、後日のインテリオン VMAX と違って必ずしも進化する必要がないっていうのがメリットになります。進化元のペインバーストでも十分相手のポケモン V なんかを吹っ飛ばせる火力があって、まあ欲しいタイミングで進化できればいいなっていう感じなんで、上のゲンガー VMAX は2枚のまま据え置きで十分な気がしますね。ヘルガーのラインは進化元ともども44のフル投入になったんですけれど、このデッキ2ターン目には確実に一撃の方向を使ってゲンガーの3エネ技なりモルペコの2エネ技を使っていきたいので、まあ、この辺はフル投入っていう感じですね。終盤手札に余りがちにはなるんですけど、この辺は悪の塔で捨てることで新しい手札に還元することができます。で、特徴的なのが新しく追加されたヤレユータン。こいつは特性サルジエっていうのを持ってて、一旦2回手札1枚と山札の上1枚のカードを交換することができる特性を持ってるんですけど、個人的には余裕さえあれば、ぜひ一撃デッキに採用したい1枚ですね。まあ大体はベンチ枠とかデッキに枠がなくて抜けることになるんですけど、僕は枠が余ってる時はなるべく一撃デッキにヤレユータンは入れるようにしてます。っていうのも一撃デッキって、まあ、活力の壺をはじめとして終盤に向けて取っておきたいカードが多い割に序盤に必要なカードが多いので、博士の研究なんかでガシガシ山札を掘り進んでいかなければいけないデッキなんですよね。で、その過程で、まあ、その活力の壺とか重要なポケモンとかそういう大事なカードをトラッシュしてしまうことが多いんですけれど、そこをケアしてくれるのがこのカードになります。このデッキの生命線である活力の壺を博士で捨ててしまうのを防げたりだとか、あとは手札の一撃エネルギーってヘルガーの一撃の方向で加速できないんですけれど、この手札でダブついてる一撃エネルギーを山札の上に戻してから一撃の方向で加速っていうプレイもできるようになりますね。それから新しく追加された風船については、ヘルガーをはじめとするポケモンにつけることで逃げエネゼロのポケモンを用意することができます。ゲンガー以外であれば基本的にどのポケモンにつけてもまあよしって感じですね。
あとゲンガー VMAX の巨大丸の実を打った次の番って、基本的にこのゲンガーは一回ベンチに帰って技の効果をリセットしてやらないともう一回技を使えないんですけれど、風船なんかがあるとこの番技使えないゲンガーが一回ポケモン入れ替えでベンチに帰った後、風船で前に出たポケモンを逃げ根ゼロで逃がすことで技の効果をリセットしてもう一回ゲンガー VMAX で技を打つなんていうことが可能になります。あとはバトル場でヘルガーなんかを壁にしつつ、ゆっくりベンチで育てたゲンガーなんかをスムーズにバトル場に送り出すっていう点でも風船は優秀だと思います。普通の釣り竿はトラッシュのポケモン2枚と基本エネルギー2枚までを山札に戻すっていう効果なんですけれど、先日の通り序盤に手札から必要なカードを捨ててしまうっていうことも結構ありがちなので、そのリカバリーのために入ってます。あとは密林迷彩っていう特性を持ったジュナイパーとか、あの辺のポケモン V から技のダメージを受けないポケモンに対してモルペコを使い回して戦うっていうこともできるようになります。それから悪の塔も1枚だけ増やしたんですけれど、序盤に絶対欲しいけど終盤余りがちなヘルガー、デルビル、この辺のカードを有効活用するために悪の塔は増やしました。で最後にハイダークエネルギーは、これつけてる悪タイプのポケモンの逃げ根がゼロになるっていう効果なんですけど、ゲンガーに一つつけておくとダメージを負った時ベンチに逃げやすくなるっていうほか、さっきの風船と一緒っすね、ポケモン入れ替えと合わせて巨大丸の実を連打しやすくなったりっていうメリットもあります。あとは不意のリーフィア VMAX に対しては草結びのダメージをゼロにできるためお忘れなきを、とまあこんな感じです。個人的にはこれだけでも相当使いやすく強くなったんじゃないかなっていう印象はありますね。さらに金かけて強くしたいんであれば、おすすめはブラッキー VMAX のラインを2枚から3枚ずつ採用するのがおすすめです。あいつの特性ダークシグナルってまあご存知の方も多いと思うんですけど、相当強くてボスの指令に頼らずベンチを引っ張れるようになったり、あとは一撃ポケモンなんでヘルガーと当然相性が良く、草弱点なのでゲンガーの苦手な遠ポケモンに対し代わりに戦っていくことができるようになります。まあ、より強化したいんであればおすすめです。で長くなったんですけど、続いてインテリオン VMAX、こっちが改造前のデッキ、改造後がこっちになります。追加で必要になるカードは多分今画面に出てる通りだとは思うんですが、ちょっとリストだとインテリオン VMAX3 枚になってるんですけど、このデッキ正直インテリオン44で欲しいは欲しいんですよね。ただそうするとハイクラスデッキもう1個買った方が安上がりになる可能性が大だったので、まあギリギリ妥協できるラインでとりあえず今回は43にしてあります。まあなんかそんな44と43で致命的に変わることは、まあ、あんまりないとは思うんで、まあとりあえず43でいいと思います。他にはエネルギー回収がちょっと高くて数百円するくらいで、まあギリ3000円くらいには収まってるかなっていうイメージなんですけど、どうですかね。概要、インテロン VMAX は一撃ポケモンと比べて技は打ちやすく安定してるんですけど、一発あたりの火力が低い、その代わりダメカもばらまく特性を持っているので、ゲンガーとは対照的になるべくインテレオンを大量展開してダブルシューターの特性で大量にダメ感を蓄積させていく戦い方になります。そこで今回はインテレオン VMAX の枚数と、それからダブルシューターの発動に必要な水エネルギーに触りやすいカードを増やして、低い火力っていうところをモミの回復、それから妨害とかで補って、技と特性の思考回数を防ぐというコンセプトで改造しました。で具体的な中身についてなんですけど、オクタンの連撃サーチのおかげで安定してやりたいことができるっていうのがこのデッキの特徴になっているので、ここを主軸に展開していくことにします。ポケモンに関しては新規に追加されたものはないっすね。なんかあの辺のおまけが減っただけって感じ。バスラオはインテリオンの技とか特性で削ったポケモンにとどめをさせる優秀な攻撃要因になるため1枚増量しました。それから山札の水エネルギーをまとめて持ってこれるようにたっぷりバケツを2枚採用、トラッシュのエネルギーを使い回せるようにエネルギー回収も増量しました。一撃デッキの活力の壺ほどの重要度ではないので、ヤリュータンは今回採用していません。ダブルシューターはベンチにしかダメ感を乗せられないので、バトル場のポケモンをベンチに引っ込めさせて特性でとどめをさせるっていう使い方もできるように、穴抜けの紐を1枚採用してあります。それからツールシャマーをインテリオンに持たせることで相手の大きなお守りとか風船とかを無効化できると、これによって不意に相手の HP が増えて計算が狂うのを防いだりだとか、相手の風船を無効化することで相手のポケモンが逃げられなくなって技の試行回数が増えたりすることが、まあ、たまにあるかなと。同じく相手の特殊エネルギーを剥がして妨害できるほか、オクタンの連撃サーチに対応しているっていうところも加味して、うねりの奥義も採用してあります。あとは最後になるんですけど、技の追加効果で手札にエネルギーが戻るインテリオンにとって、HP 回復するためにエネルギーをトラッシュしてしまうっていうデメリットがあるモミは非常に相性がいいです。実質ノーリスクで HP 全回復できるのはすごく強いと思います。てな感じかな。
ゲンガーより注目度ではなんか劣ってるみたいなんですけど、テクニカルで使いこなせば強いデッキだと思います。こっからさらに強くしたいのであれば、オクタンのラインを抜いて、どんどん呼ぶっていう効果を持ったメッソン、それから裏工作ジメリオン、クイックシューターのインテリオンあたりと組み合わせるのがおすすめです。デッキの構築難易度とプレイング難易度が異次元になるんですけれど、オクタンと比べて爆発力があるっていうのが特徴ですね。気になる人はこの形の対戦動画があるんで、ぜひ見てもらえればと思います。はい、というわけで、なるべく原型をとどめる形で使いやすいように改造してみたんですけれど、これだけでも無改造よりかは何倍も強いかなっていう印象は個人的にはあります。まあもちろんこの改造も僕の一例に過ぎないので、自分の使用感に沿ってここからね改造していただければいいなと思います。よければ試してください。。セットイッ